どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。本日のテーマソングはまさに今日ですね、ふさわしい曲かなと思います。まあ関東地方ですけれども、今すごい雪降ってんですよ。雪降ってる中、ちょっとこの曲を皆さんにこうシェアしたいと思います。はい、本日のレッスン動画課題曲はこちら、ドン、白い季節、ミーシャさんのですね、もう、冬の新たな定番曲と言っても過言ではないでしょう。この素敵な雪をテーマにしたラブソング、はい、ガズレレ YouTube チャンネルで思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョンでやってみようと思います。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンで、演奏は簡単にしてるんですけれども、ちょっと皆さんこの歌ですね、歌のねこのキーがすごいんですよ。ミーシャさんですから、すごい低い音程のとこからめちゃ高いとこまでこのレンジが広いんで、これはですねもうこっちの高い方に歌えるようにすると下が歌えなくなって、低い方が気持ちよく歌えるようにすると高い方が歌えなくなってっていう、このレンジの広さをもう猛烈に感じる曲でございました。相当のこの歌い手さんじゃないと、オクターブがいっぱい出る方じゃないと、難しいんですけど、でもあえてねそこにチャレンジしていきましょう。はい、後半はそれかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはやっぱりねこうつまびく感じのリズムとかスケール大きいビートを組み合わせた、さらにこうドラマティックな感じでね、お届けしたいと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やってみたいってずっと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したんだけどちょっと難しくて諦めちゃったという方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このガズレレプログラムがめちゃくちゃわかりやすくて簡単で楽しくてどんどん上達できるということで、今全世界中で何十万人もガズレレで音楽始めてる方がどんどん増えています。皆さんもすぐできますよ。めちゃくちゃね楽しくて簡単ですから、はい、もうちょっとしたらこのガズレレのこのプログラムのリンクここに貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな方でもあっという間です。はい、 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあプログラムのリンクここに貼り付けますよ。ここから始まります。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲をすでに1800曲以上もアップロードされております。はい、皆さんのねやってみたい曲、面白そうな曲を曲名スペースガズレレっていう風に YouTube 内で検索していただくと、きっとねガズさん取り上げてる可能性大ですんでね、ちょっといろんな曲他にもどんどん聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやっていきましょう。雪の中気持ちよく歌いたい曲、白い季節、ミーシャさんの冬のラブソング。はい、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、デン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 I'm not too cool.
かれてしまうよ。さんの白い季節、ガズレレリュー超簡単バージョン、シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみました。これはですね、染み渡りますね。これやっぱ冬にね、やっぱこう歌うっていうね、今こうしてみるとですね、雪降ってるのが見えるんですよね。これがさらにこう気分を高めてくれるんですけどね。これは今日は積もりそうなんですけどね。はい、そんな中やっていきましょう。この今やったバージョンはですね、プロモーションビデオに出ているショートカットアレンジバージョンということですんで、これだけでもうすごいこのドラマティックな感じ伝わると思います。でフルコーラスはもうちょっと長いんですけど、これでまず練習してもらって慣れてきたら、2番のコード進行とかこれ1番と一緒ですので、改めてまた皆さんノートで自分で書き出して、トライするのもいいと思うんですけど、ひとまずはこのショートカットアレンジバージョン、ガズレレ YouTube に合わせて練習スタートしていきましょう。動画の中に歌詞とコードが出てますんで、それを見ながら練習していきましょう。で1個目の、ゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できたら、もう素晴らしいことだと思いますよ。はい、できた方はおめでとうございます。じゃあね、できた方どんどん次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人っきりで歌って音楽を生み出す、ビートを生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのは大変でしょうから、最初ね、楽譜的なものを見て、その楽譜を自分の中に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって、この雪をね、眺めながらこうしっとり歌う、覚えちゃって、こういうのを目指すのがいいと思うんですけど、ひとまずは楽譜練習がいいと思いますね。でも楽譜ってどこにあるんですかってことになると思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、見て、はい、ガズさんのこの30冊目のノート、もう30冊目ですよ。このノートに今、ガズが自分で手書きをした、これを見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたら画面にこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということでシェアしたいと思うんですけど、今すごいいい便利なサービス始まってます。はい、これ、ガズクラブです。ガズクラブ、これ一体何かといって、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた白い季節を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のデータストックの中から、皆さんがこの曲やってみたかったんだよな、この憧れの曲弾いてみたいみたいな曲を毎月5曲お選びいただいて、すぐさまお手元にデジタルデータとしてダウンロードし、すぐにね、練習に入っていける。もちろんこのね、手書きの楽譜って YouTube に連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。
これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送やってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。白い季節、ミーシャさん。ね、はい、イントロこんな感じで、進んでいきますという感じで、こうやって映しておきます。で、ここ下にくるっと囲ってるやつあるじゃないですか。これはかっこいいバージョンでは、これワンブロックコード4つ弾いていきますよということになってますんで、今やった簡単版は上の段です。はい、下の段にこう書いてあるのはかっこいいバージョンだよということをご認識ください。はい、じゃあこうやってちょっと今映しておくんで、一時停止して、ノートとかに書き出してもらうか、さっき紹介させてもらったガズクラブでこのノートデータ、楽譜をね、ダウンロードしてもらうとすごい有効だと思います。ガズのノートの特徴はこの V とかこの点があるじゃないですか。これね、リズムの拍なんですよ。これ、ちょっと見てもらうと、ワン、ツー、スリー、フォー、うん。音も立てずに降り積もる雪に、みたいな感じで、ここでこうリズムが入ってくるよということで、あとこのガズのノートの特徴、このね、伸ばすところがあるじゃないですか。これ歌詞カードではこの表現出てこないんで、すごい参考になると思います。はい、まずはここ、A メロ、B メロまで移しておきましょう。はい。で、ここにね、フレーズって書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンではここでね、フレーズを入れます。これかっこいいんでお楽しみにしてください。シンプル簡単バージョンはここ G7 で伸ばしたということにアレンジしてます。はい、一時停止ね。はい、OK。じゃあサビ行きましょう。このダイナミックなサビですよ。はい。まずこれサビ1、サビ2というふうに分けさせてもらいましたが、これね、ちょっと構成をちょっと確認していただきたいんですけど、まずこのサビね、ここ、見て、2回目止まるっていうことなんですけど、これサビ1繰り返すんですね。1回目は普通に弾いてもらって、2回目はここストップがかかります。はい。ここがキーポイント。ここもちょっとコードが変わったりしています。で、ここやって、ここやったら、間奏入りますね、間奏。間奏をやって、これ間奏、ちょっとこれ間奏のとこワンブロックがちっちゃい表記になってるんで、ここをお間違いなく、場所の節約のためです。これこういう間奏になっていく。イエーイみたいな感じでやって、それで、ここ見てもらいたいんですけど、サビ1へ戻るんですね、一回間奏やったら。で、サビ1に戻ったら、今度はここまで来たら、はい、ラストのサビに飛びます。はい、ここになりますね。こういう構成になってますね。はい。コード進行一緒で、こう今度は最後の歌詞の展開になっていくということになっています。で、これこうやってやっていって終わるよという、それがガズレアレンジになっております。なので、もう一回整理すると、イントロから A メロやって、B メロやって、サビやって、サビ2をやったら、間奏やったら、サビ1に戻って、その後、最後のサビに行く。こんな構成になっております。はい。じゃあ、コード見ていきましょう。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっと今日場所ないんでアルファベットだけですけど、読んでいきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、Em7、C7 ですね。今日はだから8個のコードだな、これ。シンプル簡単バージョンは8個のコードでできました。このね、8個のコード、たくさんあるなと思うかもしれないんだけど、これ安心のガズレレでは入門コードのグループ、これです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個万能と思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらそれぞれはめちゃ簡単なんだけど、いっぺんに覚えようと思うともうごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、ここにリンク行ってもらって、いろいろコードの勉強、楽しく覚えられますからね。はい。覚えちゃうんですよ。今日その10個のうちの8個が、出てきますよということでございます。はい。じゃあちょっとそれを確認した上で、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、さっきも冒頭でも、ちょっと説明したようにですね、このミーシャさん、やっぱさすがにもう日本のね、もう歌姫ですから、もうこれはですね、もう、オクターブがすごいんですよ。すごい低い音程からめっちゃ高い音程まで出るわけですよね。これ皆さん、ミーシャさんの歌ってもうみんなすごい、そういうね、もうレンジが広いっていう表現しますけど、すごい低音から、うわーすごい高音まで出るの。だから自分が、ちょっとキーが高いなと思って調整しても、どっちにしてもね、高い低いになっちゃって歌えないみたいなところがあるんで、これは相当なんですけど、まあガズさんもですね、もうファルセットを使ってですね、サビでは盛り上げたんですけど、僕のデモ演奏も聞いてもらってわかるけど、歌い出しの音も立てずにっていうところはすごい低いんですよ。だけどサビの、巡り巡る季節、すごい高いの。だからここの幅がね、もうね、ちょっと皆さんそれぞれ工夫してね、ぜひ取り組んでみてもらいたいんですけど、まあまあ、ミーシャさんの歌ですから、それはもう当然ながらもう歌はね、スペシャルハイグレードバージョンですよ、もう本当に。はい、聞き込んで、ちょっとムードを高めて、
ね、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではね、3つほどコードが追加です。まず1個目は簡単な G7 サス4。入門コードのうちの1個の G7 を押さえて、小指見て。はい、これが G7 サス4。離すと G7。G7 サス4から G7。こんな感じで使います。はい、で、あと次の2個はね、すごい似てるコードなんですけど、まず A シャープ。はい、これいきます。A シャープはね、ここと、ここの4箇所。なので、まず初心者の方はこういう風にギュッと押さえておいて、ちょいちょいがいいかなと思いますね。で、ちなみに、慣れた人はですね、1フレットをガッと制覇してちょいちょいと押さえるのもすごくおすすめです。ガズさんもこのタイプなんですね。これはどうやってやるかというと、これ制覇って言うんですよ。こう指1本で押さえるの。はい。ここにまずスペースを作ります。で、親指と人差し指でこうキュッと挟み込んで、こっちに引っ張り込む、ちょっとテコの原理も使いますと。それで置いて、ちょいちょいと立てるということでございます。これね、まっすぐ、ここの関節がまっすぐになってないと絶対押さえられないですよ。ここ曲がってたら絶対無理なんで、はい、ちょっとここにスペースが空いてるのを確認して、あと体をね、こっちに入れたり、こっちにやったり、ちょっといろいろこう角度とかも工夫してみると、これも押さえられるかもしれません。はい。で、これね、そっくりなコードが次出てきます。Gm7。これすごい似てるんですけど、見て。押さえ場所、こことこことここだけです。ここね。さっきここ押さえたら A シャープだからね。1個しか音変わらないんだけど、ちょっと使い分けてみました。はい。そういうわけで Gm7、こことこことここ、こうやって押さえるんですけど、中にはこれね、こうやって反らないっていう人がいるんですよ。そういう方におすすめは A7 のところを押さえて畳んで、ここ同じ弦を押さえちゃうっていうのもね、押さえやすいというふうに言われております。あともう最近ではこうやって無理だったらこれでもいいですよ。1本ずつでもいいし。とにかく押さえ場所、こことこことここ、これ Gm7 使ってみましょう。この3つのねコードを付け足して、さらにこうエモーショナルに、コードの響きをこう感じながら演奏していきましょう。で、今日のねその演奏の方法、リズムなんですけど、これがですね、まあ、雄大な感じでかっこいいです。2つのリズム、こちらです。ドン、ガズペジオと16ビートのチャで行こうと思います。前半はやっぱこうつまぶくような感じ、ピアノっぽい印象がやっぱあるんで、ピアノといえばガズレレではガズペジオって弾き方で、で、最後の、めぐりめぐるのところはサビになったらドーンとやっぱスケール大きくね、雄大な感じでもう行きたいわけじゃないですか。そういうね、リズムのこのね、エモーショナルな感じ、動きを捉えていきましょう。はい、今映ってるこの2つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚でガズペジオと16ビートのチャ、それぞれの濃厚解説レッスン動画がそこにアップロードされております、ね、じっくり穴が開くほど見て、擦り切れるほど見てですね、自分のものにしていただければなと思います。一応ちょっと解説すると、ガズペジオっていうのは C を押さえていくとバラードにふさわしいピアノのダンドゥンダンドゥンだ、こんな感じのイメージですね。はい、これ前半部分ですね。前半 A メロ B メロイントロですね。で、サビになったら16ビートのチャですけど、このね16ビートのチャっていうのは簡単そうに聞こえて、ガズレレではちょっと最高レベル のリズムだよということなんですけど、こういう風にバラードですから、でっかいスケールのゆったりした16ビートっていうのが特に難しいんですね。こんな感じです。ふわりしたどっことなくやっぱ跳ねてる感じのこのビート感が出るとすごくいいと思いますというふうに思います。曲はすごくシンプルなんですけど、イントロはガズペジオで伸ばして、A メロの中では、ワンブロックコードが4つ出てくるっていうのはあるんですけど、その辺はね、動画でちょっと確認していただいたらすぐわかるかなと思いますね。あとね、B メロでちょっと決めが続くところがあるんで、そこをやってみましょう。A メロ、イントロと A メロはシンプルにガズペジオをこう淡々と紡いでください。じゃあ B メロから、いきますね。当たり前のように時は長い。次ね、あの日々が思い出になる。はい、今のあの日々が思い出に、このあの日々が思い出になる、ここのところを言葉に合わせる感じで、じゃんじゃじゃ止まる、じゃんじゃじゃみたいにやりたいんですね。もう一回、あの日々から、せーの、3、あの日々が思い出になる。はい、シンプルでしょ。止める感じ、まあ、カッティングまでいかなくても右手でこうやって止める感じですね。ここになったら急に16ビートとか8ビートみたいなストロークに変わります。ちょっとその前からね、当たり前に。当たり前のように時は流れた。ここ。あの日々が思い出になる。はい。その後、A シャープで、そんな未来が、次は G7 サス4、自分の知らずに。はい。この次に、かっこいいバージョンでは、ここが今日一番、きらめきポイントのフレーズが入ります。こんなフレーズなんです。ここだけ聞くとはてなって感じですけど、流れでやってみましょう。じゃあ、あの日々がからやってみます。せーの、あの日々が
思い出になる、そんな未来が G7 さそう来るとも知らずに、ここです。めぐりめぐるとなります。かっこいいでしょこれ、なんとも言えないこのいびき。はい、このこれタブフって言うんですけど、これをちょっと見ながら解説していきたいと思います。このタブフの読み方わからない方は概要欄に読み方貼っておくんで、ちょっと見てお勉強してください。まず最初1弦の7フレット、その次1弦の5フレット、その次2弦の4フレット。はい、でこんな感じ、1、2、3、4、7、5、4、こんな感じで、ちょっと渋いなと思うのは5、4の時に2つコードがこう響いちゃうとかっこいいですよ。せーの、わかる？1弦の5フレットの音が残ってる間に2弦の4フレットを弾くっていうのはこれかっこいいかも。めぐりめぐり、はい、このフレーズ本当一瞬ですけど、ここでキラッとこう輝きが出る。ちょっともう一回おさらいでやってみましょう。あの日が、あの日々が、ね、1、2、3、あの日々が思い出になる、そんな未来が来るとも知らずに、めぐりめぐるです。はい、ここかっこいいんでね、ぜひちょっとゆっくりじっくり見てマスターしてください。1弦の7、5、2弦の4、はい、5、4は音がこう混ざってもかっこいいよということでございます。で、そこからサビに行って、先ほど言ったように16ビートルチャの、ちょっと跳ねたようなゆったりしたどっしりしたスケール大きい感じの16ビートルチャで、こうサビが展開していく、ドーンとドラマティックに行きましょう。で、もちろんね、さっきとコード違うところがいっぱい出てくるんで、そこはですね、なんとかこうね、さっとこうコード移り変われるように早めに準備しながらコードチェンジをどんどんしていってね、かっこいいバージョンで出てくるこのコードをどんどん次々クリアしていってくださいということでございます。で、あとはね、もうほんと結構やっぱシンプルな曲だなというふうに思いますね。リズムが乱れないように、ゆったりどっしりこうずっとこう永続していくような感じで、できるのがいいと思います。あと伸ばしたりとか空白の部分が多いっていうのもこの曲の特徴なんで、そこをしっかりこう溜めて、リズムキープしながら気持ちよく歌っていきましょう。で、まあ、言うまでもなく歌詞の世界観とか、まあ、今日なんか本当にさっきからなんか今雪降ってる中でこう歌うと、やっぱりさらにね、このモチベーションが高まるというか、その感情がやっぱ乗るんでね、いろいろこう歌の内面を見つめながら、このリズムもこう生み出して、それがガッと一つに合わせて、演奏していきましょう。それではやっていきましょう。ミーシャさんの白い季節、ガゼレレ流かっこいいバージョン。やってみる。1、2、3。ねね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 ね開けながら窓を覗き迷っていた、当たり前のように時は流れた、あの日々が思い出になる、そんな未来が来るとも知らずに、めぐりめぐり
出ているよ。さんの白い季節ガズレディ流かっこいいバージョンやってみました。雪の中で奏でるこの曲素晴らしいですね。はい、ぜひ皆さんこれ今の季節取り組んでみてください。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー。